山口設計教法17年9月4日は、江戸時代中期の京都で活躍した漢画系の絵師。名は宗行、別号、梅庵、白隠など、西山総印像江戸時代中期八大私立博物館、未来の森ミュージアム像、長谷川東博の四男、長谷川左近の門弟とされる。両者は、少年が50歳以上も離れており直接指示したとは、 考えにくいが、オーフーズ屏風の作風から長谷川派に学んだ、可能性は高い。また、ケイカリノの家の営農に学んだとする説もある。奮本主義に反発し、そう、元時代や室町時代から、桃山時代の水墨画に傾倒した。特に、雪舟と牧谷に脂縮し、一時ずつもらい設計と、合したという。東の寺内に住み、墓所は、中京区の全道寺。 仏画の遺作が多い一方、水墨画の花鳥画や人物画は、仮の花特に、狩のええや、海北遊松に習った復古的な画風を示す。完成四年版、初家人物誌では、書き人物を、久しく皆起草に出つと、その画風を、起草をと評している。中林武道は、著書、画道混合書付属の古今画人品表で、花鳥本の唐絵の項目に設計を挙げている。 弟子に、後にも月派の派層となる、も月玉千がいる。ありがとうございます。